ご視聴ありがとうございます。大工マンです。今回は1月1日の伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲はカポタストを使わないいわゆる開放弦。C コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で4種類。簡単に確認しておきましょう。C コードの形です。3弦3フレットに小指を足して C7 の形。F コード、難しい押さえができる方はこの形。講座では押さえやすい簡易型を使います。この形です。6弦5弦を弾かず4弦から下を響かせましょう。最後は G7 の形。今回の課題曲1月1日は4拍子、引き下ろし、引き上げ、1往復を4回繰り返して、1、2、3、4、1、2、3、4とつないでいきます。では左手でネックを押さえて音を消して、このストローク練習をご一緒しましょう。ジャッカー、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 ワンセットを2回ご一緒に、4カウントで入ります。1, 2, 3, 4, ジャッカー、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 1、2、3、4。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。前半の2行。まず1行目のゆっくりお手本を聞いてください。コード進行を見ておきましょう。C コードから G7、C。ではさらにゆっくりスピードでこの1行目ご一緒しましょう。4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。1行目が標準スピードに達すると となります。続いて2行目のゆっくりお手本です。コード進行は先ほどの1行目と同じです。ではこの2行目ゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。2行目が標準スピードに達すると後半の2行、まず1行目のゆっくりお手本を聞いてください。コード進行です。F から C、F、G7、C。では1行目をゆっくりスピードでご一緒しましょう。
4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。行が標準スピードに達すると、となります。そして最終行、まずゆっくりお手本です。コード進行を見ておきましょう。C コードから小指を足して C7。F。C。G7。C。では、ゆっくりスピードでご一緒しましょう。4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。最終行が標準スピードに達すると、となります。今回の課題曲1月1日は、年初のレクリエーションには最適。新年をことほぎ、気分も新たに伸び伸びと歌い上げましょう。全体の弾き方解説は以上です。なお、フルコーラスの歌詞とコード割りを見やすい PDF データでご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。この後、別冊付録1月1日お手本演奏をぜひご視聴ください。そして、聞き慣れてくれば、動画とのコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。